今回のインタビューは今シーズンからガンバ大阪でプロの生活をスタートさせます林選手、嫁坂選手、瀬野選手、そして平尾選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。硬いね最初なんで最初なんで、いえ林くんは大丈夫です。大丈夫ですか、君はグイグイ来る感じがわかります、はいはい、こうやって4人の選手がユースからプロの道に進めることになったっていうところでやっぱり喜びっていうのは結構大きいものがあった。どう？俺らが昇格決まる前に陽介が一足先行って、うん、だから、まあ、一応一緒のスタートラインには立てたんで、うん、そこはとても嬉しかったです。うん、日々の練習をちゃんとやることがプロにつながるかなと思ってユースの時やってたんで、うん、まあ、その不安もありながら、まあ、キャプテンもやらせてもらって、うん、まあ、みんな周りの目もあるし、うん、そういう気持ちは隠して頑張ってました隠して、はい。やっぱユースの時とかはサイン求められたりとかはなかったんで、それが今ファンの方たちとかにまあ求められるようになって、やっぱプロになって見られてるんだなという自覚が湧いてきました。多分この4人の中で人一倍もうプロになることを考えてたと思うんですけど、それが出たなって今言ってたけど、逆にプレッシャーになって、うん、まあ、潰されてしまうこともあったんですけど、うん、それに勝てたから、うん、今自分がこうやってプロになれてると思うんで、うん、そこは良かったなと思います。元キャプテンどうなんですか？難しいとこですね喋り出したらどこに着地するのか多分探しながら喋ってる感じがいつもあ、とりあえず飛び立つんだ。飛び立つんですけど、うん、着地点が多分定まってないか分かんないですけど、うん、うろうろしますね、うん、自分でも分かんないです練習参加する前は平尾選手どうですか？ちょっとぐらいはチャンスあるんじゃねえか俺はとかっていうような気持ちってなかったですか？いや、そう思いたかったっすけど、うん、なかったっす。まあでも遠慮はせんと頑張ろうとは思いました、うん、まあ、偉大な先輩たちのと一緒に練習することで、まあ、自分のレベルアップにもつながると思うし、まあ、当然試合出場もそれは狙って日々やっていこうと思ってます。うん、ここが一つ自分の中でのポイントだったなっていうような瞬間だったり試合だったりってきっとあったと思いますけど、対戦相手のフォワードの選手を、はい、あのガンバのスカウトの人が見に来てて、うん、その時に僕が決勝点で5点決めたんですよ。相手のそのフォワードよりも僕の方が欲しいって言ってくれて、うん、でそれでサッカー始めたきっかけっていうのは何がきっかけだったんですか？もう普通にサッカー遊んでたんですよ、それで、うんうんうん、そしたら母がそれ見てたらしくて、うん、それで楽しそうにやってるなと思ったらしくて、うん、それで勝手に入ってました。あ、もうそのままやりやっていう感じで、自分がやりたいとかじゃなくて、うん、気がついたらそこ連れて行かれてて、うん、でやってました。それが楽しくて続けてきたんですけど、ジャニーズと一緒よね。お母さんが勝手にジャニーズ送って知らない間にジャニーズ入ってるとかってよく言いますけど、あ、まあ、ちょっと違う、うん、今のは俺が悪かった今から丸バツで答えていただきたいと思います。長谷川監督怖いですか、丸かバツか？もうお父さんぐらいの年齢ですもんね。あ、そうっす。でもまあ僕のお父さんのが怖いっす見た目も雰囲気も多分僕のお父さんのが怖いです。怖い怖いガンバ大阪チームメイトに怖い先輩がいる、いない、誰がちょっとこの選手は難しいんだろうなって瀬野選手なんか思ってたの？それも岩下圭介選手平尾選手は僕もす林選手は、いや、もう同じくはい、同じです実際に会ってどうだったの？名前聞いてきてくれて、うん、で、そっからちょっと4人で圭介くんの部屋行って、うん、自己紹介してやったんですよめっちゃいい人だったんで、うん、優しくて、うん、はい、うん、好きっす好きっす。あ、もう全然喋れなくて、うん、水木の後ろの鍵に隠れてました。なんか頼むと。さあ、いよいよ3月7日からリーグが開幕します。今、皆さんそれぞれ、まあ、怪我とかね、コンディションもありますけれども、どんな気持ちでシーズン開幕迎えてますか？
ACL とか始まってるんですけど、まだ試合には断れてないんで、早く試合に関わりたいです。まあ、一日でも早く怪我治して、まあ、一日でも早くメンバーとかスタメンとかそういう試合に関わっていけるように頑張っていきたいです。活躍できるようにまず自分の身体とかテクニックだったりそういうのを変えていかなければいけないかなと思ってます。チャンスがいつどういう形で来るか分からないんで、まあ、いつ来てもいいように毎日日々そういう準備を怠らないようにしていこうと思います。